皆さんこんにちは、証券ママです。今日はミートローフを作ります。ゆで卵を入れてとっても見た目も可愛いです。クリスマスやパーティーなんかにもとっても華やかになるので、ぜひ最後までご覧になって作ってみてください。意外に簡単にできます。それでは材料です。まず合いびき肉が 300g、 人参が 50g、 玉ねぎが、これがだいたい、これ大きめなんで4分の1個ぐらいで 115g ぐらいありました。それから卵が1個、それから生地の方の中に入れていくゆで卵が3個、これもね、ゆでて殻を剥いておきました。それから調味料の方です。まずお肉に入れていく方の調味料です。塩と胡椒が各小さじ1/4、それからナツメグですね、あったら入れてください。それからパン粉が大さじ5、牛乳が大さじ3、それからソースの方の材料です。今日はですね、ケチャップ、トマトケチャップが大さじ2、中濃ソースが大さじ2、それからもしあったら赤ワインですね。赤ワインをね、少し入れるとすごく美味しくなります。赤ワインがあったら大さじ1入れてください。それから今日はこのミートローフから出たこの汁ですね、肉汁を一緒にこのソースと一緒に混ぜていきます。それからですね、今日はこのパウンド型を使っていきます。このパウンド型は20cm×6cm×高さも6センチのパウンド型です。だいたいこのぐらいの大きさのパウンド型なら大丈夫と思います。このパウンド型だと少し上がね、開きますけれども、もう少し小さめでもいいと思うんですが、結構肉汁が焼いてる途中で溢れ出てくるので、このぐらいの大きさで大丈夫です。はい、それでは玉ねぎと人参をみじん切りにしていきます。今日はね、ちょっとこういった竜巻チョッパー、ブンブンチョッパーっていう、このみじん切りにするね、簡単なこの器具があるんですが、これホームセンターなんかでも売っています。最近はね、これでやると目も痛くならないですし、とっても簡単なので、これでまずみじん切りを作っていきます。まず玉ねぎ 115g ですね、これ適当な大きさに2個切って、はい、それでこの中に入れます。これね、あんまりたくさん入れてしまうと回らないのでね、半分ぐらいずつ2回に分けてやります。そしてね、このように蓋をピチッとします。はい、そしたらこれでね、この紐を引いていきます。こんな感じのみじん切りになります。そしたらこれをボウルに入れます。はい、じゃあね、これ全部ボウルに入れていきます、ね、これとってもね、簡単で目が痛くならなくてとってもいいので、もしね、お持ちでなかったら一度チェックしてみてください。はい、そしたらね、人参も同じようにこれでみじん切りにしていきます。はい、このようにね、人参と玉ねぎはみじん切りにしました。そしたら別のボウルにお肉 300g、 合いびき肉 300g ですねを入れます。そしたらお塩を小さじ1/4と、それから胡椒小さじ1/4を入れます。そしてまずここでね、少し粘りが出るまでこねておきます。はい、こんな感じでね、粘りが出るまでお肉をこねました。そしたらこれにね、いろいろ調味料などを入れていきます。まずパン粉大さじ5に、それから牛乳大さじ3ですね、はい、これをこの中に入れます。それから卵1個ですね、卵1個もこの中に入れます。はい、そしてね、これを混ぜておきます。そしたら生地を作っていきます。
今こねたお肉の中に先ほどみじん切りにした玉ねぎと人参を全部入れてしまいます。今日はねこれ炒めないで生のまま入れます。はい、そしたらこれにね今合わせておいた卵と牛乳とパン粉ですね、これも全部入れてしまいます。そしたらナツメグですね、ナツメグがあったら少し入れてください。そしたらねこれをこねていきます。はい、こんな感じによくこねました。そしたらこれを型に詰めていきます。はい、じゃあねパウンド型にまずね生地のそうですね半分より少し少ないくらいですねを底にまずねこのぐらいでしょうか。はい、これをまず底に敷きます。端までねきっちり入れてください。はい、こんな感じでね端まできっちり肉だねを入れたらゆで卵3個です。これをねこの上にのせていきます。縦にねこう並べていきます。これね、もしね、これカットした時にね、白身だけっていうね、あのところが出てくるので、もしあれでしたら小さめ、これ L の卵3個なんですが、S の卵4個とかでもいいです。または、この卵の上下をね、カットして、そして4個とかにしてもいいです。これね、切った時にどうしても白身だけのところがね、出てくるので、まあそれはそれで、まあ、可愛いのでいいです。じゃあこんな感じに均等に卵を並べたらこの上にで少しこう卵を押さえつけて沈ませます。そしたら残りの肉だねをこの上にかぶせていきます。はい、このようにねぴっちりねこの割とこのきつめに上から押さえつけて肉だねを全部パウンド型に入れたらこれね結構この汁が出てくるので汁がね溢れるの防止のために周りにね一回り大きいバットなんかを置いてそれから天板に乗せて焼いてください。今もオーブンが200度に予熱が終わったので200度で35分焼いていきます。じゃあオーブンに入れます。35分経ったらちょっと竹串なんかを刺してみて中から透明の液が出てくるようだったら焼けています。もしねまだ濁った液が出る場合はもう少し追加して焼いてみてください。じゃあ焼いていきます。はい、こんな感じで200度でね35分焼きました。このようにね汁がねいっぱいこの肉汁が出ています。そしたら焼けてるかどうか確かめるときには先ほども言いましたけれども竹串をちょっと刺します。まだね少し赤いような液が出てくる場合はあと5分ずつぐらい追加して焼いてみてください。はい、そしたらこの美味しいね肉汁がもったいないのでこれはソースに使います。熱いのでね気をつけながらこういった小鍋にねこのお汁を入れます。はい、そしたらこれはちょっと熱いのでしばらく冷ましておきます。そしたらおソースを作っていきます。今の肉汁にケチャップが大さじ2入ります。はい、それから中濃ソースが大さじ2入ります。それからあれば赤ワイン大さじ1を入れます。なければいいです。はい、ではね少し火にかけてアルコールを飛ばします。はい、こんな感じでねちょっとこのとろみがついてきたらもういいです。これでソースは出来上がりです。はい、まだね少しこう熱いですがちょっと触れるぐらいにこのねパウンド型がなりましたけれどもこれねもう少しね本当は冷めてからのがカットしやすいんですがやはり温かい方が美味しいのでねこれをじゃあカットしていきます。
まだ少しね、これ肉汁が出るので、ちょっとキッチンペーパーを敷いてひっくり返します。ちょっと軽く拭きますね、周りを。じゃあカットします。これね、ほんと白身だけのところができちゃうんですけれども、今日はとりあえず8等分くらいにね切ろうと、そうですね、6等分から8等分くらいに切ろうと思います。はい、こんな感じにね8等分に切りました。こんな感じでね、黄身が全然見えないところもどうしても出てきます、端の方はね。じゃあ盛り付けていきます。はい、それではね、先ほどのおソースをね、ちょっと何か器にね、真ん中にこうやって入れるとね、可愛いので入れます。そしたらお肉を並べていきます。はい、こんな感じにね、カットして盛り付けてみました。どうしてもね、少しこう割れるところもありますが大丈夫です。そしたらお好みでね、何かブロッコリーとかプチトマトをね添えると、ちょっとね可愛くてクリスマスらしくもなるので、お好みで少しねブロッコリーをねところどころに置きます。はい、こんな感じでね、トマトとブロッコリーをちょっと周りにね飾りました。これで卵入りミートローフの出来上がりです。はい、とっても美味しそうにできました。これね、意外にね、ハンバーグ作るよりちょっと焼く時間はちょっとかかりますけれども、生地もほとんどハンバーグより簡単ぐらいなので、ぜひね、これクリスマスにちょっと卵を入れると華やかになるのでね、ぜひね作ってみてください。はい、それではね、出来上がったので冷めないうちにいただいてみたいと思います。じゃあちょっと失礼いたします。はい、そしてね、このおソースが美味しいのでね、ちょっとねおソースをかけます。はい、じゃあね、いただきます。お肉にもしっかり火が通ってきて、とっても美味しいです。卵と一緒にね、じゃあ食べてみます。はい、とってもね、美味しくできました。それから今日はこのおソースに赤ワインを少し入れることによって、コクが出てちょっと大人の感じの美味しいソースになります。あったらね、赤ワインをね、大さじ1ほど入れてみてください。なければね、入れなくても大丈夫です。このね、肉汁と一緒にね、ソース混ぜているので、ソースはとっても美味しくなっています。焼くのは少し時間かかりますが、あとはほとんどハンバーグを作るのと同じような工程なので、ぜひ作ってみてください。それから他にもクリスマスレシピの動画もいくつかあるので、よろしければ概要欄に貼っておくのでご覧になってみてください。皆様、最後までご視聴ありがとうございました。それではお元気で、また次の動画でお会いしましょう。証券ママでした。